それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、毎日新聞の世論調査で、原発再稼働への賛否を質問、賛否逆転し反対が上回る興味深い内訳がこちらわらをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用。16、17日実施の毎日新聞世論調査で、原発再稼働への賛否を聞いたところ、反対が 45% で賛成の 36% を上回った。2022年5月と23年3月に同じ質問をした時には賛成の方が多かったが、今回賛否が逆転した。1月の能登半島地震で原発のリスクが再認識された可能性がある。男性は賛成 55% に対して反対は 34%、 女性は反対 56%、 賛成 20% と対照的な結果になった。若年層は賛成、高齢層は反対が多くなる傾向も見られ、18から29歳では賛成が7割近く、70歳以上は反対が約6割に上った。50代は賛否が各約4割で拮抗した。以下略。引用終了、全文はソースへ。X 民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。18から29歳では賛成が7割近く。70歳以上は反対が約6割。50代は賛否が各約4割で拮抗。若者は原発動かせ派。理由はもう簡単だよね。電気代払う金がねえんだよ。さっさと再稼働しろ。若年世代が常に正しい。被災地で元原発作業員の妻が、地震が続くたび原発が大丈夫なのか怖い、止めてほしいと話していました。原発をやめて電気代2倍にしよう。どんな聞き方したのか載せないと意味ないよ。毎日新聞だからというのもあるが、なぜ原子力だけの賛否をアンケートするのか。化石燃料や太陽光や風力についてはアンケート調査しないのか。日本を弱くするような、こんなんじゃ再稼働より新設してくれ。原油への依存が高くなってる状態で有事になったらどうなるか。世間をあらぬ方向に先導するより、ちゃんと問題提起すべきでは。新聞屋さんはさ、若者ほど冷静な判断ができているということですね。シンプルに電気代が高いのきついんよ。若い人のために政治は動くべきだと思います。テレビから情報を得る世代とインターネットで情報を得る世代の違いだろ。特あと反日勢力の巣窟である新聞とテレビでしか情報を得ていない情弱者がミスリードされた結果です。どこの世界に毎日新聞の調査に、へえそうなんだってなるやつがいるんだよ真顔。九州電力は値上げしなかったし安い、羨ましいわ。さっさと全機再稼働させろだろうね。必死に反対してるのあの世代だし、散々原発メリットを享受してきた高齢者がこれ。再エネ買取を止めれば電気代下がる。再稼働反対は結構だが、原発経由の発電分を除いた電気料金を負担してもらいたいな。引用終了。なるほど、どういう聞き方をしてこうなったのか分かりませんが、能登半島の地震をはじめとしたその他の地震やテレビと新聞の影響とかかな。現状地震への対応は制御できていますからね。興味深い内訳としては、若年層は賛成、高齢層は反対が多くなる傾向も見られ、18から29歳では賛成が7割近く、70歳以上は反対が約6割とあります。若手世代の原発支持は揺るぎない様子。そして高齢者が反対多数という結果は、あれの分布と一致するのくさ。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。